貸しノートがあるんす。よかったら。やっぱり恥ずかしい。私もね、すっごい恥ずかしいんだ。最初みんなに見せるとき、うわーって。だから、きなこちゃんが恥ずかしいって思ってくれていて、ちょっとほっとしたんだ。きなこが巻き添えみたいじゃないっすか。いいじゃん。でも、その後待っている嬉しさとか、感動とかも巻き添えにできるから、きなこちゃんにやってほしいって思ったんだ。一緒に頑張ってみよう。